はい、こんにちは。タップダンスインストラクターのりきです。本日もトゥデイステップやっていきましょう。本日のステップはこういう感じになります。はい、こういう感じで使っているのはステップヒールだけですね。ステップヒールだけなんですけど、これにリズムを加えてます。で、最初のステップがステップヒールで2回なんですけど、カウントで言うと1、2、3、4、1、2、3、4、 オンカウントで入れてますね。で、次1、2、3、4、4、 4の裏入れます。1、2、3、4、4。で、1、2、3、 今度は1の裏になります。で、まあ、カウントというのが、ね、結構難しいと思うんで、まずリズムの感じを覚えてほしいんですけど、タッ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 。ここで1回ストップ、伸びますね。タッ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 。そしたら上がってるかかとが3個入れて、ね、ヒール、ステップヒールですね。で、最後にステップヒール入れます。これを合わせるとステップヒール、ステップヒール、ステップヒール、ステップヒール。これちょっとリズムに変わったリズムになるんですけど、区分分けとしては3つで、最初はステップヒール、ステップヒール、ステップ、ね、で、まあこれリズムは最後のステップが裏で入ってるんで、ステップ、そうしたら次の2個目は、ここは早いですね。上がってる状態から入れます。で、最後3つ目はステップ。で、これ全部組み合わせると1、2、3、4、1、2、3、4っていう感じの、ね、まあ、ちょっと今ね聞こえにくいと思うんですけど、これステップになります。で、これを4回連続繰り返している感じになりますね。反対も同じで、1個目はここで伸びる、そしたらヒールステップヒール踏んで、最後にステップヒール踏みます。で、じゃあまずこれを右からやってみましょう。難しい方は今度僕リズムで言いながらやってみるので、やってみてください。ここら辺が固まってくると思うんですけど、こういう感じですよね。まあ、ポイントはやっぱりこの最初のステップで、伸びてあげると、今度ヒールから始まるので、ここの境目ですね。まあ、ちょっと体重を乗せに行くような感じで、そう、乗せに行く、これが下がらないように
踏めるようにね。意外とまあ単純なステップなんですけど、こう伸びるところとかね、あのバランスのチェンジポイントとかが難しいんで、頑張ってみてください。じゃあラストいきましょう。ちょっと地味な感じのステップですけど、はい、こんな感じで短い時間で短いステップをお届けします。また次回の動画でもお会いしましょう。それで